サビニーイコールルイコールタンプルは、フランス、イルドフランス地域圏、セーヌイコールエイコールマルヌ県のコミューン。もともとは農村であったが、1970年代に、セナール村ニュータウン建設によって、劇的に人口が増加した。ブリー地方にあるサビニーは、パリから38キロメートル、ムランから3枚行きを離れている。グランジュラ・プレボテ城古い醸造所建設中の、 シテウニチクローマによるガリア征服以前、サビニーの土地はガリア系のサノン人の領地だった。しかしこの時代の痕跡はわずかしか残っていない。都市の基礎が現れたのはガロローマ時代以降である。1992年にガロローマ時代の建物の遺構が発見された。かつてこの地はルテティアからアゲンディクムへと至る道沿いにあった。 9世紀から10世紀にかけての柱跡がサンジェルマン教会の墓近くから発見されており、これにより当時の民家の存在が分かった。しかし町の存在が証明されるのは1149年で、それ以前は疑わしい。第2回十字軍に向かうルイ7世は、この地をテンプル騎士団へ授けた。騎士団はコマンドリーを築いた。中世の村のワズマン。 プレシルロはラグランジュ・ラプレボテオ王が承認した。ノワズマンは12世紀まで、プレシルロワは1220年の文書に、グランジュは14世紀半ばの文書に、名が書かれていた。この地にあった村、ラグランジュ・デュボワは15世紀終わりまで、その存在が確認できた。当時のテンプル騎士団の村は、主に農民が占めていた。1312年。 テンプル騎士団が解散され資産が摂収されると、フランス国内のよそでそうだったように、聖ヨハネ騎士団に引き継がれた。16世紀に国中を揺るがしたユグノー戦争の影響は、サビニーではわずかだった。ユグノーが少数だったためである。近代、徐々に聖ヨハネ騎士団の影響力は薄え、代わってナンディとサンポール領主が強くなった。やがて、グランジュ村は、 センヌビル家の所有となり、住民は穀物とワインを大事に生産していた。フランス革命はそれほどの影響を及ぼさなかった。憲兵を意味するプレボテが急兵だとして、1793年から1789年まで町の名はサビニーシュルバロと改名された。サビニーの土地は国家財産として売却された。しかし競売は延長され、 購入価格はあまりに高額となった。サビニーは1798年に結婚したジャンバティスト・ジュール・ベルナドットとその妻でジレクラリーと関わりを持つことになる。彼らはパリへ通うため、ブリーン地方に住まいを探していた。彼らはグランジュ城で暮らした。彼らは公園を飾り立て、城に手を入れたが、夫妻は住む期間が短く、一帯は以前のままの農村だった。 1810年にスウェーデン王大使とされたベルナドッテは、1812年にハンナポレオンの同盟に参加し、やむなくサビニーにあった所領を手放した。デジーレの兄ニコラが1812年の短期勘定の所有者だった。ニコラの息子フランソワは成長してサビニー市長を務めた。クラリー家はサビニーに多大な影響を及ぼした。 コミューンの土地78%を3人の地主が所有しており、そのうちクラリー家はコミューンの半分に匹敵する547ヘクタールを所有していた。1880年まで農民はまず第一に小麦を育てた。次に塩幕が当時馬の利用が増したことで餌用に育てられていた。しかし1880年代に小麦価格が暴落したため、 農民は多様な農作物を作るようになった。ビートの栽培が増加した結果、酒の醸造所解説につながった。そして羊の飼育も他のどの家畜よりも飛び抜けていた。羊毛もラム肉も農民にとって有益であった。フィロキセラ流行で1880年代以降、次第にドウ栽培とワイン製造が衰え、代わって梨やシードル用のリンゴが植えられた。 1889年代の危機で職を失い、都会へ出る者が増加し、一層、サビニーの地主への土地所有が集中した。出生率が下がり、1872年には村生まれが住民の65%であったのに、1911年にはたった30%に下がっていた。その間、 クラリー家の影響力は衰え、市長は1970年代まで大規模農家の経営者が務めるようになった。1925年に町は電化され、人手不足を補うに足る農業の機械化が導入された。ありがとうございます。